今日は何について話そうかな。なんか前タンキングの練習のメニューについて言ったけど、まあでもあれだけ練習してたらちょっとまだ弱いしな。なんか他の練習メニューについてやっぱ紹介しといた方がいいな。まあでもタンキングの練習メニューは何個かあるから、うん、続いていきそうやな。ハロー YouTube。 今日はですね、タンキングの練習メニュー第2弾、このことについて、シェアハッピーショーとアイです。まあ、前回タンキング練習のメニューについては言ったんですけど、今日話すやつはもう大体それともなんかもうほぼ一緒なんですけど、まあいろいろね、こうこれだけさ、前回やったやつだけやってても、まあ、ちょっとなんなんで、やってほしいタンキング練習メニューっていうのをちょっと小出しにこう、まあシェアハピしていこうと思ってるんで、ちょっと練習してみてください。まあ今日のやつは前回のタンキング練習のやつをやってたら、まあ、すごい言うほど難しくないと思うんで、まあ、ちょっと、やっていく、まあ、ね、その頃についていこうと思います。はい、じゃあ今日は、今日は、この、これです。チャッチャッチャーラー、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 チャーです。これ G メジャースケールですね。なぜ G メジャースケールかっていうと、まあ別に何メジャースケールでもいいんですけど、まあサックスでいったらこの音域鳴らしやすいし、指簡単やし、ちょうどいいかなっていう感じで、まあやってみました。なのでまあF メジャースケールでも C メジャースケールでも、まあ好きなやつで、まあ練習してもらったらいいんじゃないかなと思います。これも前回も言ってるんですけど、タンキングの役割をまあ軽く話すと、まあタンキングはそもそもタッ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 タって同じ音を刻む時に使うのもあるんですけど、その役割とは別にこうメロディーの強弱とか、ジャズとかだったら強調する音しない音っていうのをこう、これ強調するしないみたいな感じでプシッシッってこうやった、やってこうなんかそのそういうグルーヴをこうつけるようなところもあるんで、まあちょっとこれはね、ちょっと必要だということで、まあぜひこのね練習をまあやっていただいて、まあねしていただければいいんじゃないかなという感じですね。じゃあまあ練習内容なんですけど、まあこれですね。テンポは、まあ、80でいいと思います。じゃあ、80でできるんだったら、自分でも気づかんレベルのテンポっていうか、だからまあ、10以内っすよね。88とか、なんかそれ、92とかね。そういう感じで、自分を騙し騙ししながら、こう、テンポグーって上げていくというね、ことで。まあ、ちょっとこれ話、ちょっと脱線するんですけど、早ければ早いほどいいんじゃないんですよ。確実にできるっていうか、思いっきり丁寧にやっていただきたいなって私は常日頃思ってるんですけど、なんかこうレッスンの時とか先生こんなテンポまでできるようになりましたとか言ってすっごいワクワクしてこう言い張るんですけど、じゃあやってみてくださいって言ったら、もう全然もうテンポガタガタとかあるんで、それなるくらいやったらゆっくりしかできひんけど、そのテンポやったら任しといてっていうくらい完璧の方が、まあ、絶対確実に、上達すると思ってますんで。これはね、私だけじゃなくてね、多分ね、プロのミュージシャンだったらみんなもう、9.8 割くらい言うと思いますけどね。軽く説明しておくと、この、チャッチャッチャーラーじゃないですか。チャッチャッチャーラーってね。これどういうことかっていうと、もうちゃっちゃのこの、もったそうな、なんていうの、まあ、タンキングするとこしないところがあるっていう話なんですね。する、しない。みたいな。
うん、こういう感じになりますね。前のやつはこういう、まあ、こういう違いがあるっていうですね。でスタッカートはまあこう弾むようにみたいな、ポンポンみたいな、まあそういうまあ意味あるんですけど、まあちょっとここでこの練習では、まあ、ちょっと一旦その意味はちょっとぼやけさせといて、とりあえずするんだな、タイミングするところなんだなっていうのをちょっとこう思っといてもらったらいいと思います。このパターンがファーって続いていくみたいな、まあそんな練習です。じゃあちょっと吹いてみましたんで、どうぞ。はい、じゃあちょっとやっていこうと思うんですけど、じゃあやってみようと思います。お願いしまーす。まあなんかそれで、これもまあ前回やったんですけど、これがまあ余裕みたいな感じになったら、こう長いやつをね、もうこれもできるようになったらいいんじゃないですかね。はい、まあそんな感じでーす。はい、まあそんな感じでした。前回の動画ともうほとんど言ってること一緒やけど、なんでわざわざこうやったの作ったかっていうと、タイミングをつけるとこつけないとことかのそのバリエーションって曲によってもちゃうし、まあ いろいろなんですよ。なんかいろいろこうつけたりつけなかったりっていうのはあるんで、それにその対応スパッパッとできるようにやっぱなってる方が得じゃないですか。他にも、じゃあこれもうちょっと難しいやつもあるんですけど、タンギング練習。ちょっとこれについてもまあ話していきたいなと思ってるんですけど、ちょっと一応まあまずちょっとこの今日やったやつっていうか、それもちょっとクリアしてほしいなみたいな、ちょっとそういう希望っすね。では、今日はこれで終わりでーす。この動画が面白い、この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。